はい、こんにちは、こんばんは。今日はですね、ホーヘムの三軸ハンドヘルドジンバルですね、スタビライザーのご紹介です。購入してみました。 GoPro ヒーロー、今7が出てますよね。かなりたくさん売れたと思います。まあ、ジンバルがいらないということで、スタビライザーがいらないというブレ補正がついたGoPro ヒーロー7ですけど、やはりね、スタビライザーをつけた方がより細かな繊細な映像は撮れると思います。で、こちらの商品非常にお安くてね、今人気ナンバーワンの商品となっております。ジンバルでだいたい 2,3 万しますよね。それがなんと星アマゾンで5つの 12,399円で、購入することができますので、もう GoPro ヒーロー7は持たないんですけどね、こちら、中華製のね、アクションカメラをセットしてみました。そういったわけでね、今日は皆さんにぜひ紹介したくて、こちらアイスティディプロ、アイスタディプロですね、ちょっと発音が悪いね、アイスタディプロをご紹介していきたいと思います。長い、動画になりますがお付き合いください。では早速見ていきたいと思います。もちろん Wi-Fi で遠隔操作ができるアプリを無料で入れることができます。こちらがその専用アプリとなります。Google Play もしくはApple Store から無料で手に入れることができます。で、いろんなことができますのでね、お見せしたいと後で思います。まあこういった、はい、感じでいろんなメーカーから、このメーカーから出ているジンバルを選んで設定するといった具合ですね。はい、こんな感じのアプリが出てくるようになります。後で操作しているところを見たいと思います。まあ長くなりますがね、お付き合いください。今日はね、これぜひおすすめの商品です。2万円以下ですよ。1万5000円以下で、12,399円で来る最高のものです。今まで買った中で、これだけね、コスパの良い商品はありません。こういった箱に入ってきますね。箱からまずお見せしましょう。アイスタディプロと書いてあります。 GoPro ヒーローですね。こういう風にセットして小型で持ち運びができるといったものです。はい、で、まあ、こういった、はい、それとこうですね、こんな感じです。画面の、はい、これが箱となります。まあ、ここに箱は置いときまして、じゃあ説明に入っていきます。まずこれ取り付けたところですね。まあ、取り付けた面をお見せします。これアクションカメラですね。中華製のアクションカメラを今取り付けております。電源はまだ入れておりません。で、ここ調整して、ほとんどのアクションカメラは対応となります。このネジの部分ですね、このネジの部分を緩めて、この位置にセットするといった具合でしっかりとはまりますね。はい、で、電源用の供給用の、はい、カメラ用の供給用の電源を取る、ポートがあります。で、こんな感じで、はい、これがメーカー名ですね。はい、じっくりお見せします。今日はもう長い動画になってもお見せしたいと思います。はい、で、ここが操作系ですね。操作面になります。こんな感じです。はい、ここが電源ですね。で、各種操作になります。で、まあ、詳しいことは後でまたお見せします。ここがボタンですね。各モードのボタンとなります。ちょっとこれもフィルム貼ってますが、撮影で反射しますんでちょっと剥ぎますね。はい、ゆっくりと、はい、はい、剥ぎました。こんな感じです、操作部分です。で、これ三脚がついてきます。で、これが三脚のネジです。はい、この三脚も組み立て式で、入ってきます。で、向こうに見えてるのがケースですね。ケースも後でお見せします。こういった三脚のネジですね、規格ので。この組み立て用の、はい、三脚がついて開いて立てるといった部分で、はい、あとこういったネジの部分、はい、これも、はい、ついておりますね。で、さらにここで充電ができる、
はい、USB ポートが1つついて、ここが充電端子となります。はい、で充電はね、USB の短い、マイクロ USB がついてますので、これを刺されると、はい、これが充電、まあ、満充電で、1,2,3LED の4つ目が完全に点灯すると満充電といった風になります。今これ充電してることで LED が光って見やすいですね。で、こういった充電方法となります。で、まあ、ここも簡単にね、柔めの、はい、ゴムラバーがついてますので、綺麗に、はい、綺麗に格納できます。はい、こんな感じですね。早速電源入れていきますよ。皆さんじっくり見てもらって、これが13,000円以下で来るとは信じられない商品です。Bluetooth で、遠隔操作できます。これが Bluetooth とつないだ時のランプがここにあります。で、これが電源ですね。今から電源入れてみますよ。いいですか、カメラちょっと遠く目に置いて電源入れます。長押し3秒です。はい、入りました。はい、こんな感じです。はい、で横です、正面です。はい、これが中華製の 4K のアクションカメラをつけております。各種 GoPro Hero 7、6、5、4、3、ソニー関係 SJ カム、はい、全てアクションカメラは対応しております。日本語取扱説明書付き、ミニ三脚付き、収納ケース付きですね。で、収納ケース見せときますね。はい、こういった薄めの収納ケース、しっかり型が取ってあって、もうこれ組み立てたんでね、収納してるとこ写真でしか見せられませんが、はい、こんな感じで入っております。はい、黄色のこちらが日本語説明書と、これが英文の説明書2枚、それと感謝カードみたいなのが入っております。と、これが充電コードですね。短いですけど、はい、充電コードです。こんな感じです。中身の型取りされたところに綺麗に収納できます。はい、でこうやってシャッターで閉めるといったものです。非常に軽量で、はい、持ち運び、収納もケースがついてお得な感じがします。はい、そういったわけでいよいよ本題に入りますね。で、これをもう少し画面近づけまして、まあ、やっていきたいと思いますね。こんな感じです。今電源が入ってますよね。で、今度は Wi-Fi と連動してますので、 Wi-Fi に、アプリを、無料のこのアプリを開いて、こういった自分のこのジンバルの型番と同じ、はい、写真が出てきましたよね。で、ここでこれをクリックしますと、ここ出ますんで、これをクリックしてグリーンになったら Bluetooth と連動できたといったことになります。 Bluetooth と連動しますとね、ここのところがブルーに光ります。コネクトしたかな、はい、とブルーのランプがついて、コネクトで、これで Bluetooth につながったといった具合です。説明書、詳しい説明書はね、Bluetooth に接続の仕方は説明書に載っております。続いてこれからですね。はい、で、これがその操作画面となります。はい、見えますかね、操作画面ですね。はい、で、これで、はい、こういった画面が立ち上がります。左側見ててくださいね。もう少しカメラ上げましょうか。はい、こんな感じで、はい、回転ローリングします。はい、ジンバルが非常にスムーズな動きで、ここの僕が指、右側の画面 Wi-Fi でつながって遠隔でコントロールしております。はい、はい、こんな感じです。で、これが電池の残量となります。で、ここでいろんなことができます。はい、ワンタッチで元の位置に戻りましたね。はい、オールフォローです。これがオールロック、こちらがピッチフォローです。こっちはピッチフォロー、これが何ですかね、
ヤウフォローとなります。はい、でこんな感じですね。はい、でここでまたいろんな操作ができるといった具合ですね。はい、でこれでモアですね、いろんなことが、まあ、バージョンのねファームウェアの更新とかに行けます。はい、まあ、これがセッティングですね。ローディングしてしばらく待つとセッティング画面がこういう風にできて出てきます。はい、お好みに応じて、セッティングができるといったものですね。はい、こんな感じでセッティング画面反射しますがお見せします。はい、こんな感じです。で戻ります。でここで操作画面に行って、はい、こんな感じです。はい、カメラ動かしてみます。はい、非常にスムーズに動きますね。はい、驚きます、この回転の角度のすごさ。はい、はい、もうこれはね買って正解ですね。ある有名なメーカーさんの1台、買ったんですけど、はい、それよりすごい、滑らかな動きとジンバルのモーター音も何もしません。で動きが非常に滑らか、これが本当に1万2000円台で買えると思うのがすごい。人気の今海外でもねこれ売れ出しております。非常にね、気に入りました。いろんなねアクションカメラをすべて、中華製のアクションカメラから GoPro まですべてのアクションカメラに対応します。はい、でこれ GoPro Hero 7買わなくてもね6とか5を買われてもジンバルで、撮影するんでブレがないんでね、お安く手に入れれるんじゃないかなと思います。Hero 7買わなくてもね、Hero 6でこれを買われると1万2000円と、はい、Hero 5かな6とかを買われると、まあ、お得じゃないかなと僕は思いました。個人的な意見ですけどね。はい、iStudy Pro と言います。はい、もう一度こういう風に操作画面です。でここで、はい、手のコントロールも自由にできます。はい、この滑らかさもうすごいですね。もう一度やりますね。はい、まだね今日操作したばかりでね細かいところが あれですけど、はい、ここでバン、はい、はい、元の位置に戻りますね。このボタンで、規定の位置に戻ります。はい、この滑らかさをちょっと見てもらいますね。僕のおしゃべりはちょっとやめて、はい、これは今こちらのスライダーでコントロールしてますね。このはい、でワンプッシュで、はい、元の位置に戻るといったものです。非常にね、はい、こんな操作画面ですね。もう一度よくお見せしておきます。はい、こうなってますと横です。電池残量と電池、これが、まあ、これがオプションで、オプションじゃなくて、最初からついております。三脚ですね。でここにネジがあって、最後にここ USB ポート充電できます。はい、これだけついて1万2399円現在。これはもうおすすめですね。買って正解の、僕自身のお世辞抜きでこれ充電もできます。ここポートがあって、はい、非常に使いやすい。で大きくないんで、はい、
どこにでも持ち出せます。軽量コンパクト、こうやってアクションカメラをつけて撮影に臨めますのでね、クリスマスこれからなります。プレゼントにも最適かと思います。この値段だったらぜひおすすめの、はい、最後にこれ電源入れましょうかね。はい、こんな感じですね。で、遠隔操作しているところで終わりたいと思います。はい、これがこういう風に Wi-Fi でつながって、はい、自由にコントロールできるといった今最大に動かしているところですね。はい、ここまで大げさに動かしております。はい、でこれで、はい、こんな感じです。はい、ぜひ皆さんもね、こちらiStudy Pro ぜひお買い求めください。こちらは今日僕が一番ね、おすすめの商品です。はい、皆さんもねリンク貼っときますので iStudy Pro ぜひ、参考にしてみてください。そういったわけで欲しいなという方は下のリンクの方から飛んでみてください。ホーヘムの三軸ハンドヘルドジンバルスタビライザー、 GoPro やアクションカメラには対応しているスタビライザーのご紹介でした。長くなりましたけどご視聴ありがとうございました。ではまたです。良い商品があったらご紹介したいと思います。さようなら。